イケメンすぎてムカつくな、ちゃっかりな。いや、ありがとうございます。下着が抜けて、もっとかっこよくなるかもしれないですね。うん。まあ、いいことやね。うん。悪いことじゃないよ。うん、お母さん、いいんですか撮影しちゃって。あ、どうぞ。はい、バーバドンです。今回は、10代。10代。ママさんからね、実はお電話いただきまして、遺伝性の、まあ、白髪だということで、今回、息子さんと、まあ、ママさんも、ね、いたんですけども、なんとまあ、2人抜くという形になりましてですね、で結局10代ということで、ママさんにですね、撮影いいですかって言ったらですね、ママさんいいよっていうことでですね、今回、ついに叶いまして、10代。またそれが彼がね、またイケメンでね、ハーフで、めちゃくちゃイケメンです。今ここでね、ちょうどスマホでこう編集してるんですけど、まあイケメンでしたね。声もいい、顔もいい。白髪多かったな。まあ内容はね、彼がその中学校高校というそのね、思春期の時の白髪の話なんかもちょっと入ってますんで、もしよかったら見てください。で、まあ、ここは前半なんですけど、前編なんですけど、後編もね、実にすっごくね、まあ、面白い内容になってます。まあ面白い内容、まあ、今後ですね、お客様、今後来店されるお客様も僕の目線で白髪を抜いている、プロが白髪を抜いているところを生の映像で見れるようになりますので、まあ多分これも日本で僕しかやってないと思いますね。まあ僕にしかできないことだと思います。まあまたどうせ真似されるかも、真似されると思うんですけどもね、もうみんな世の中僕の真似してる人ばっかりなんで、はい、では前半、前編、よろしくお願いします。どうぞご覧ください。僕メインになっちゃいましたね、これ。ん、僕がメインだったね。はい、うん、まあいいよ、まあね、うん、やっぱりあれだね、遺伝子だね。マジ10代でこんなにね、白があるんだもんね。そうですね、うん、これちょっと悲しいね。これね、抜いた後ね、あれね、お母さんに見てもらったら、お母さんがね、ちょっと驚愕でびっくりするかもしれないね。あ、本数ですか。うん、お母さんが驚愕でびっくりするかな。白髪がなくなったね、白髪がなくなった我が息子のね、頭を見てね、驚愕するのが。どう抜かれて痛いですか？あ、大丈夫です、全然。うん、全然痛くないですよ。若干ね、ママさんがね、もしかしたらいいですよ。あ、ママさん大丈夫だな。うわお、ここすごいでした。これ多分見たらびっくりするね。YouTube で見たらびっくりするよ。あー、見たくない見えるほら、白髪見えます。透明でしょ。このね、白髪がすごい、うん、あ、でもそこら辺全然自分でも見えないから、なんか自分に前とか見えてるところたまに撮ったりするんですよ。おお。だけどなんかてっぺんとか後ろとか全然見えないんで、そっちの方が、ね、お兄さんの場合ね、後ろはね結構あってさ、俺はママさんはちょっと悲しむよね俺ママさん悲しむんだよね。
多かったなっていうのはやっぱあるんだ、昔から多かったなって。高校の時とかもあったんで、あ、そう、中学校の時に初めて指摘されてちょっと悲しかったんですけど、なんかそれ以降慣れちゃって、そう、ね、あるんだよねみたいなこと言って、うん、もうなんか慣れちゃいましたね。そうだね。すごいですね、どんどん見てるんで、あ、たくさんあるんだなって思います、ね、やっぱりどう、よいしょ、あ、すごいペースで出たので、マジで、おー、うん、でもお兄さんの場合ね、白髪になりかけてるのとか、白髪っぽいのとか、もうね、さまざま、これはね、お母さんがね、ママがね、心配する理由わかるね。もう20代後半であれだね、うん、真っ白ですかね、もうロマンスグレーだね、全然ロマンスじゃないけどさ、うん、親戚が結構若いうちになんか20代半ばでも白髪真っ白になったっていう人が多いんで、あらだったっけ、だよね、そうです、ダディの、そうですね、あ、ダディの方がやっぱり、10代のお兄ちゃんの白髪抜くとは思わなかったな。そうです、なかなか僕もなんか今まで見てて僕みたいに入った人あんまりないだろうなって、うーん、今月なんですけど、本当だったんですね。そう一人ね、あの大学生で昔ね、勉強しすぎて白髪だらけになっちゃったお兄ちゃんの、はいはいはい、うん、やって、その後ね、もう400本以上抜いたんだけどさ、はい、うん、その後入ってこなかった、ね、いや多分それって環境型くないですか、なんかその勉強しすぎっていうか、そう、勉強しすぎ、うん、ストレスで、ストレスで不足とか、うん、いや環境型じゃないからな、うん、でもね、遺伝子型もね、ワンチャンあるんだよね、遺伝子で、そう、若白髪っていうのね、
ちょっと糧にしたんで。綺麗に揃えてね、偉いよ。ありがとうございます。うん、ちゃんとやれてる。自分で届いたね。そうですね、自分でやってます。偉いね。よくわかんなくて、なんか人にやったんですけど、まあこれぐらい、一応両方とも左右対称になるように出てるんで。うん、慣れてるね。綺麗になってますよ、うん。ありがとうございます。うん。嬉しいですね、褒めることなかったんで。はい、あ、そうなんだ。綺麗になる。まあ、言いに行きます。ああ、頼むよ、同級生とかに。俺、白羽抜いた。あ、でも、まあ、そうですね。同級生ゲームはいいかな。
冬用だけど、おお。すごどうでしょう。すごいですね。おお、すごどうでしょう。